はい、皆さんこんにちは。クラスのヘッドロースターコウスケです。こんにちは。クラスでおやつを担当しております福田夏子です。お願いします。お願いします。このチャンネルではクラスのコーヒー豆について、豆情報やコーヒーのおすすめのレシピなどをご紹介していきたいと思います。はい、はい、私がコウスケさんに今日は質問をしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。どのようなコーヒー豆の紹介ですか？はい、本日は秋のシーズナルブレンド、秋うららについてご紹介します。すごいパッケージも秋っぽくって、うん、そうっすよね。で、名前とかも素敵なんですけど、はい、何のお豆になりますか？これはエチオピアが2種類、うん、ウォッシュドとナチュラル、2種類のエチオピアを使って、まあ、同じ比率1対1でブレンドしてます。そうん、エチオピア同士のブレンドって結構珍しいと思うんですけど、うん、そうですよね、うん、確かになかなかお目にかかれないですよね。すごい、うん、どんな味わいですか？これ使ってるエチオピアは、うん、同じ地域から来たコーヒー豆で、うん、まあウォッシュドとナチュラルあって、まあ、イルガチェヘっていう地域のコーヒー豆なんですけど、まあ、フルーティーというよりはどっちかというとこう綺麗でエレガントな感じのコーヒーですね。まあ、ただウォッシュドだけやったらまあそれで終わってしまうところを、ナチュラルのコーヒーを入れることによってこう甘みと、まあ、全体のこうボリューム感というか、すごいバランスよく仕上がってるなと思います。はい、すごい美味しそうなので、うん、早速、はい、抽出をしてもらいましょう。はい、お願いします。お願いします。はい、ではコーヒー入りました。ありがとうございます。どうぞ。いただきます。いただきます。どうですかコーヒーは？すごい、まず、まあ、エチオピアなので、はい、結構香りはかなり華やかでいいのと、うん、最初にやっぱり甘酸っぱいのがあるんですけど、うん、でもしっかりこう濃厚さというか少し香ばしさもあって、うんうんうん、バランスが取れているかなと思います。うん、確かに、まあ、今日は借りたウェーブを使って入れたんですけど、うん、このコーヒー自体がね、まあ、フィルターロースト、クラスで一番浅い、まあ、ロースト具合のところとエスプレッソローストのちょうどこの間の部分を狙って、まあ、焙煎しているんで、まあ、このエチオピア本来のね軽やかさとか、まあ、こうちょっとなんていうんですかね、華やか、こう繊細な味わいよりはもうちょっとこう甘みというかね、厚みがあって、やっぱりバランスの部分でね、すごいよく仕上がってますよね。うん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 、ありがとうございます。はい、大丈夫ですか？美味しいですか？美味しいです。わかりやすいフレーバーとかもあれば、うん、フレーバーお願いします。まあ、パッケージには僕がストロベリーとホワイトピーチ、まあ、白桃ですね、あとはまあ柑橘、マスカットで、まあ、さっき言ったその焙煎度合いが少しだけね、こうなんていうか深くはないんですけど、まあ、少し長めに焼いてるんで、まあ、トフィーとかミルクチョコレートとかこう少しこう濃厚な甘さが余韻につながっていくというか、でこうどっかちょっとこう発酵感というかね、ヨーグルトのような爽やかさとかもあって、本当にこうちょっとね、最近京都は肌寒くなってきましたけど、ね、朝入れてもらってこう少しホッと一息つけるような、すごい素晴らしいコーヒー仕上がってますね。良いと思います。ありがとうございます。皆さんにも飲んでいただきたいので、うん、なんかレシピのポイントとかあれば、はい、お願いします。はい、今日は粉を 14g、まあ、普段引いてもらえるちょっと一目盛りぐらい細かめがおすすめかなと思います。借りたウェーブ使って、うんうんうん、まあ、結構しっかりとね、どっしり落とすというか、普段のこう軽くサラッとというよりはしっかり細かく挽いて、うん、豆も使って、うん、まあ、味わいの量を増やしてこう飲み応えたっぷりに入れてもらえたらいいかなと思います。うん、ありがとうございます。はい、では皆さんも今日ご紹介したレシピでお家でも美味しいコーヒーを
入れてみてください。何か質問などあればコメント欄に書いていただければお答えします。はい、はい、それではまた次回ですか。次回も、はい、お楽しみにしていてください。はい、ありがとうございます。バイバイ。